半迷は先生です。11月28日土曜日、午後の3時30分ですね。で、今回はね、平均足のインジケーターですね。これはね、流れを見る、大きく稼ぐというのがね、狙いで、勝率がみんな 45% ぐらいです。見てみますと、勝率がね、これ、45% なんですね。分析出てるのが 48% ですね。例えばこれね、シグナルが出るんですよ、ここで。シグナルが出て、ここで打ちますでしょ。ここで上行っちゃうから。ね。こことここの間なんですね。で、負けなんですね。で、この丸の価値は、このシグナルからちょっと上がったよということですね。これはこう、シグナルこっから、こう丸で下降りてるんで、下の矢印なんか買ってですね、男の間。ね。で、勝率はね、45% なんですよ。あ、48%。だから、いい流れの時を見て、こういう時ですね。このシグナルが出たときに、ここから打って、ここですね、打てるところね。で、ここら辺で稼ぐっていうですね。これまで来て、なんか落っこってきたなって言ってきたところでね。というかね。こう下で、ここで戻ってきたなって言うと、ここですね。これは再生型じゃないんでね。シグナルが出たらもうがっちりそのままなんですよ。その代わり勝率はね、50% 以上いかないよと。VIP 層を稼げるというやつだからね、バイナリーじゃないからね。立ち上げると自動なんで、設定値自動で探してくれます。それで白文字になったらシグナルが出るようになってます。で、スプレッドが多いと、60ピプスも多いとね、稼ぐ率、あれが少なくなりますからね。ここで例えばシグナルが出たときにね、ここで打ちますでしょ。それからこうずっと上がって、ここまで上がってね、落っこってきて、ここで下向きになったんで、こことこの間のこの幅が稼げるわけですね。
なんか、こっから打って、ここから落ちるような感じがないから、ね、起きてもずっと、ここもね、順調に上がるんでね。で、ここもね、順調に、こういうとこ見るんですね。このバツとか丸というのは、この前の勝負が勝ったよと、負けたよということですね。だから勝率45%以上のものを探して見つかったのが勝率51%ですね、これね。11%。これは半分以上いってるね。こういうのも見つかるんですね。なんかいいですね。スプレーダーもすごい。あ、スプレーダー多いんだね、その代わりね。だから、注意は注意ですね。スプレーダー少ないからね。中を見てね。ここで切って、ここでね、決算ですね。負けの方が多いってことですね。紅茶飲んでますね。それと癖が、勝率は悪いんですけれども、利益確保はしやすいということですね。こういうので各自こうやって見たらどうなんだろうね。当たるのかな。これを使ってみるね。で、こう来たわけでしょ。これ流れたからいいかなっていう感じだけど、押してるからね。少し。この辺のさ、あれを見るんじゃないかな。18ぐらいだと思う。これ違う。ADX プラスね。で、ここを見るんだったら ADX の18だね。16か。ADX の16でね。これがね、マイナスの高だ。こう来たときに、ADX 自身がマイナスラインが少ないでしょ。
これで見るのかな。これは7ぐらいで見るのかな。7ぐらいでよかったっけ。これ8かな。9か。9か。これで X。どうか。これは間違うわ。これでいいんだね。これだからこう来た時に下がってるからいいだろうってことですね。腰の穴が来て下がってるから OK。 これ上も下がってるから OK ですね。ね、上がってるからダメじゃないかなと。難しいね。当てになんないね。これは難しいね、これはね。流れ込んでないから。これは上に行ってるから、これも見えるんだね。ね。なんだけど、またすか下に行ったら。ね。これは、これはダメだなーって思う。ね。これもダメだね。上から下だからいいんだね。下から上。
これを作るってと、ここから上から来てるからね。これもいいんですね。ということですね。こうやるんだね。あれを見てね、流れるっていうのを見てね、このシグナルを合わせて見て通すってことですね。それが一番いいみたいね。